切るまで敵部隊を前進せよ。この司令官さ、さあ向かうんだ。絶対戦闘経験一回もないよね。1、2、3、4、5、あ、5秒ぐらいで試合開始しましたね。ということで今回はこの日本にはあまり置いてない珍しいお水、これクリスタルカイザーっていう珍しいお水を飲むんですけども、まあ、皆さんもなんかお手元にある美味しい水、富士山とか一緒に飲んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。乾杯。前回スーパーホーカブの動画を出したんですけども、そこでなんか面白いコメントをいただいたんで、みんなで紹介したいなっていうのがあるんでちょっとあの紹介したいんですけども、こちらですね、アンディさんコメントいただきありがとうございます。BF4 ではもっぱら豆ヘリ勢でしたが、2042では攻撃ヘリの方がキルを取りやすいので若干攻撃ヘリ勢化しています。そこで脅威となるのが戦闘機なのですが、六甲ミサイルが戦闘機の脅威とならず、現状では対戦車ミサイルを3、4発薄い機体に当てる手段の技を持ってるしか落とせません。30ミリだと落としやすいのでしょうか。いいえ、最近味方の攻撃ヘリが限界高度で戦い、戦闘機を強制的に減速させる戦い方をしており、真似しましたが時期も振り向きが鈍くなるのであまり有効に感じませんでした。目星さんの戦術があれば動画や返信でご教示いただければ幸いです。まずご自身がかなり有能なパイロットであるということを自覚された方がいいと思います。とまあちょっと冗談はさておき、いやこれ本当にマジそうで、戦闘機ってね動きが速いから、こう攻撃ヘリでロックオンしても逃げられちゃうんですよね。で万が一ロックオンが間に合ってもフレアがあるんで、戦闘機が落ちるときって戦闘機のパイロット自身が操作を誤ったときか判断をミスしたときなんですよね。なのでその両方がない、そのかなり優秀な、戦闘機パイロットに当たると、仮に致命傷を負わせたとしてもその後相手の体力が回復するまで戦ってもらえなかったりするんですよね。なんで僕だったら TOW を一発確実に当てて落とすかな。まあでもどっちが難しいんですかっていうね話よね。あとはいやでもこの方本当によく考えてて、航空機ってね 1000m ちょっと超えると動きが止まっちゃうんですよね。ただヘリの方が下降っていう選択肢がある分、早くその硬直を抜けられるっていう点では有利かもしれない。なんでそういう戦い方もありなのかもしれないんだけど、まあその硬直をね嫌がって僕だったら下降するかな早めにっていうそのね心理戦の部分があるから、まあその心理戦をぶち破る手段としてはやっぱり TOW の、一発キルにかけるのが一番最適なんじゃないかなとは思いますけどね。ちょっとね僕もね研究中ですこれは。実戦に向かうよ。さあレーダーをご覧ください。あれ上か、あ上か、チャンスタイム。127ミリ、ちょっと待って、当たる規制。ちょっといやこれなんか偏差打ちというか、なんか左右から交互に出るから若干レティクルと違う場所に飛んでってんだよな。ワンチャンこれで、でっ、いやこれさ、いや待って、これマジむずい。127ミリマジむずい。おらもう体当たりでちょっと一旦食らわしといて。オーケーオーケーオーケー、これ来るな。いや戦闘機偏差打ち、オッケーオッケーオッケー、一発当たって、あ半分ちょいか。いやこれいいね、2発当てたらやれるんじゃないかマジで。いや戦闘機はワンチャンあるんだけど、もう偏差打ちがねすごい厳しい。これは上達の試合がありそうだな。さあ TOW、 あそこに、オーケー、これは気持ちいい。目標正面、インナー、オーケー、まだいる、よし、オーケー。あーやっぱり範囲ダメージ狭いんだけど、歩兵は直撃したらワンパンか。で意外とね対戦車ダメージが弱いんだよな。あこれは外してる。おりますね。おっおっおっ、半分、オッケー。いやいいね、待ってこれ、あそこか。何してるんですかって、よし、オッケー。あ爆風もそんなに弱くないな。まあ至近距離だったっていうのもあるけど、これワンチャン30ミリよりか、なんだろう、もうクーリングも早いしね、もう10発溜まってるし、この感覚で撃てるんだったら対人用でも使えるな。まあ、127ミリなんで対戦車用かなとは思ってたんだけど、意外と連発できるし、何せねこの威力減衰ないんで、まあ、弾速も速いからね。いや127ミリ、こうもしかしたら万能説あるんじゃない。こう何でも使えるよ。マメヘリちゃん、どこに行くんだい。あれ、あいあいあい、くそ、当たった、これはあと一発、3発か。オーケー、ナイス。いやガンナー、あガンナーがいるんか。
ガンナーありきで考えると、まあ今の感じで2発当てればいいっていう考え方もできるね。これなんかいいな。さあこれは皆さん、戦闘機を落とせるのかいということ。どうも大カルキ君いやこれ雲が雲で何も見えないわ、これ危ない。わお、さあカモン。いやこれは当たる気せ、当たった当たった、一発。いやー待て、これでも、お、あら、いやーでもこれ 127mm と TOW どっちがいいかなこれは超難しいね、どっち極めるか。いいな、よいしょ。いやこの組み合わせ慣れてきたよ。弾道の癖さえね掴んでしまえばなんとか連キル取れるんだけど、いや3、お、吐くか。いやあれなんだ、コンドルかだな。コンドルはあれは機銃があれ2人かな。お、見てるね。さあ隠れておいて TOW 準備。おれー、あーちょっと待っていや発射の癖すごディレイがある、ディレイが。さあちょっとクーリング中に 127mm で落としたいんだが、ガンナ一緒に見てほしいな。見れるかな、 OK。 あこれいけるわ。あーよいしょ。いやでもこれさ、バトルフィールド3とか4ってさ、機体の傾きに合わせてレティクルが弾道予測してくれたじゃない、補正というか。今回それがコックピット席についてないから、自分でこうなんか弾の飛んでいくところを見ながらね補正しないといけないんだよな。おい、来た、これ強いよ当てれたら強いよこれいやーセクタービオ、これは制圧完了できたね。これは次はこのこうミニマップをご覧ください。これは敵のコンドルですね。これはもう 127mm、 この比較的大きなミサイルで、うわーってうわーって感じです。あーって結構当たる、あ結構これ当たりますね。これはもううわーってくそおれ、いやこれむずいて。TOW、 あいないぞー。いやこれガンナアシスト装備やんこれ。まあでもだいぶ慣れてきたよ、ぶっちゃけ。スーパーホーカムに関してはこう機体のね左右から交互に出る感じがあるんで、それによってレティクルのその飛んでいく場所も違うし。おほらこれ来てるって、こう覚醒してるでしょ。よいしょ、ちょっと TOW と 127mm 覚醒してるわこれ。今そこにいる。よいしょ、 OK。 いやこれマジで早めにもっとやれよかった。あーダメダメダメ、これはね一発でやらないとダメ。やっぱ人は一発で、おっとコンドリンだ、人は一発で当てたら倒せるんで、なるべく弾数少なくいきたいんだけども。なんだフレア。さあ TOW、 OK、 これは、はい来た、はいこういうこと。 TOW で半分削って、残りをね持ってくっていう127で、これですわ。だから僕はもう攻撃力は、ね、弱いから使わないと言ってた、何度も言ってた、うん、ごめんなさい、謝ればいいか、ごめんなさい、これでいいか。あー来た、もう私はね攻撃力はもう何度も弱いって言ってた、うん、それではお前も言ってた、攻撃力弱くないって、それでも俺は弱いって言う、それで謝ればいいか、謝ればいいか、ごめんなさい、これでいいかもうハックも来た、もうハックもね強いって私は何度も言ってる、何度も言ってるんだけどね、これも何回言ってもお互いは変わらない、ダイスのアップでも入れない、夏まで時間がある、私に春は来ないTinder でマッチングしてもお前は会うなと言う、それでも私は会いに行く、ごめんなさい、謝ればいいか、ハックの警告も私は交わせて何度も言ってる、何度も言ってるから、それでもお前はかかっていくだろう、これもどうしようもないんだ、お互いの価値観が違うから仕方ないんだ、これも TOW が最強ってのは分かった俺はもうこれから攻撃にも乗る、これも弱くない、ごめんなさい、私が間違ってた、これも紛れもない GG だよ、私もこれ紛れもない GG だって何度も言ってた、撤退してない、何言ってるの、全く何言ってるか分からないよくよくよするな、次もある見てほらもうロキルで1位なの、どうなってんの。